い、皆さんこんにちは、ムシオカです。昨日に引き続き今回もガチャ動画でございます。ムシオカの YouTube では昆虫のガチャガチャをね、毎回扱ってきましたけれども、今回昆虫じゃないんですね。というのも、カマキリ02と一緒にですね、ピーコックスパイダーというクモのガチャガチャが出ました。このピーコックスパイダーはですね、求愛行動をするときに、なんか背中の部分広げて、すごい派手な求愛行動をするっていうので、有名なクモなんですけれども、そちらのガチャガチャが出たということで、カマキリ02の隣にあったんで、実はピーコックスパイダーの方も挑戦してきました。こんな感じで回してきております。というわけで、ピーコックスパイダー全5種類ということで、今回もね、きっちりと5回回して何種類揃うかというのをやっていこうかなと思います。開封していきましょう。どうぞ。はい、というわけで、ピーコックスパイダー全5種類ということで、5回ガチャガチャしてきました。さあ、開けていきたいなと思います。今回もね、見てもらってわかるように、真っ白カプセルなんですね。で、中が若干透けてるので、なんとなくはわかるんですけれども、回した時点で何が出たかというのはちょっとわかりにくかったですね。さあ、どれだけいけますでしょうか。行ってみましょう。セロテープ嫌い。セロテープ嫌い。セロテープ嫌い。じゃ、いきます。オープンザオープン、うん、赤、え、よし、オープンザガチャパン、でい、うお、なんか色鮮やかなん出てきたで、なんじゃこれ、やべえ色のん出てきたよ、うわ、怖っ。というわけで、見てみましょう。バンダイ生き物大図鑑ピーコックスパイダー。商品ラインナップはこちら、ピーコックスパイダー、スペキオススのオス、ロバタスのオス、ボランのオス、ベルソナータスのオス、ボランのメス、ホームステイ先の友達か。命がけの求愛ダンスをする世界で一番美しいクモと言われているクモだそうです。ピーコックスパイダーはオスとメスが出会うとオスからメスに求愛行動を取ります。背中のマントを広げて綺麗な模様を見せつけながら、3本目の足を上げてリズミカルにダンスをしながらメスの周りを歩き回ります。しかしなんか今回、組み立てが簡単そうだ。うわ、怖っ。おい、カニ出てきたぞ、カニ。うわー、すごい。あ、すごっ。ちょっと一個足取れちゃってますけれども。うわ、めちゃくちゃしっかりしてる作りが。足太いし、しっかりしてるわ。最初のビニール開けた時点で、この雲は出来上がっております。そして、めちゃくちゃ足がしっかりしているし、関節も硬、あ、硬いとは言い切れませんが、別にそんなに脆くはありません。今たまたま取れただけという感じですね。すごいしっかりしてます、作りは。で、これがその、あ、マントは脆そう。なんじゃこの民族の頭につけてるやつみたいなやつ。ここにこうか。というわけで、ピーコックスパイダースペキオ、ピーコックスパイダースペキオススのオスでございます。すげえ綺麗ですね。通常時は、このマントがこう畳まれて、あ、なるほど。あ、めっちゃ腹部ついてるわ、しっかり。これが腹部だ。で、求愛行動するときにこの腹部を持ち上げて、マントを広げて、第三の足を上げる。こうか。はあ。こうやって求愛行動するんだね。へえ。まあ、これこんな大きく作ってますけれども、これは20倍の大きさだそうで、ピーコックスパイダーはハエトリグモの仲間だそうで、これの20分の1、ちっちゃいサイズのクモらしいんですね。だから実際こんな大きいタランチュラみたいなクモではないのでご安心ください。というわけで、一つ目、ピーコックスパイダースペキオススのオスでございます。ピーコックスパイダー組み立ても簡単やし、いいね。次行きましょう。次は何が出るかな。カプセルが開けて、オープンザガチャポン！かぶった？あ、違うわ。ん？うえ、あ？違う民族が出てきましたね。まだ取れた。ここが脆いな、ちょっと。お猿さんみたい。猿の民族ですか？虫やかも猿の民族ですよ。うるさい、ボケ。いや、この袋から出てきてさ、足が畳まれてる雲が一番怖い。よいしょ。でも、ハエトリグモって可愛いよね、確かに。俺、家に出てもね、家に逃げたトリンドショウジョウバエとか、あんなん食べてくれるしさ、なんか、たまに遊んじゃうのよね。だから組み立てとしては、足が取れてさえいなければ、これをここにつけるだけなんですね。よいしょ。というわけで、二つ目完成しました。こちら、P
ピーコックスパイダーロバタスのオスでございます。何このお猿さんの模様、すごいね。本当にこんな模様してるの？っていうかさ、俺あんまり雲について詳しくないからさ、触れてこなかったけど、これ作りすげえわ。見てこの目とか、キラキラだし、ここのさ、多分実物は毛が生えてるところなんだろうね。なんかすごいペイントとかさ、グラデーションもめちゃくちゃリアルに表現してある。これね、別パーツで埋め込んでますね。いや、めちゃくちゃ凝ってる。パーツ、多分ね、パーツ自体は一緒なんかな。でもペイントがきちんとね、分けてありますね。いや、これいいっすね、めちゃくちゃ。色綺麗し、作りも丈夫や。すごくいいです。というわけで、ロバタスのオスゲットしました。さあ、いいですね、どんどん行きましょう。爪が壊れる。よ、うぷんざかジャポン。これマントないぞ。お、これはマントがついてない。うわぁ、すっごくブルーだぜ。やば。これはおそらく4番のピーコックスパイダーペルソナータスのオス。さっきオスがマントを開いてメスにアピールすると言いましたけれども、こちらはマントを持たない新種のオスだそうです。へぇー。うわぁ、目のところがブルーだよ。すごーこれ。まあ、ハエトリグモだからどっちかというとかっこいいより可愛いなんだろうけど、ここまで大きくされたらもうほぼタランチュラだもんね。いや、いいね。というわけで3つ目は4番ピーコックスパイダーペルソナータスのオスでございます。いいんじゃない、5分の3当たったよ。連続クリアです。よし、いけるか。4つ目いきます。前回のカマキリもこっから詰まったからね。マジで爪がいかれるからみんな気をつけて。オープンザ、もう開いてる。あれ、あ、違う、あ、いった、オッケー、マンボウ。来たぞ。こいつもマントがついてないけど、さっきと色が違いますね。うわー、なんか足が多いだけで、なんかやっぱり、昆虫じゃない感すごいね。ハチになると足が多くて、こう、ちょっと化け物感出てくるね。あら、これはなんかハエトリグモ感すごいあるね。これはマントを持っていないので、ピーコックスパイダーボランのメスだそうです。ここにマントがなくて、普通のハエトリグモの形をしているのがメスなんだね。え、いいなぁ。なんか俺正直ちょっとこう、カマキリ02のついでぐらいに回したんですけど、これいいなぁ。ボランメスでございます。というわけで、5分の4来ました。ちょっと待って。昨日カマキリであんなに苦労したのにもしかしてストレート？いきます。オープンザガラバン。違う、これは新種のオス。あとちょっとだったのに。はい、というわけでカマキリ02に引き続きピーコックスパイダーも、1回では揃えることができませんでした。本当にね、でも今回ちょうど5回しか買ってないということで、これ以上みんなにお見せできることはないんじゃないかなと思ってたんですけども、実はもう一個買ってました。というわけで、みんな知ってた泣きの1回いきます。うっちゃっちゃ、爪が割れる、頼む。オープンザガシャポ。猿のやつ。はぁ、ああ、2回続きかよ。というわけで、バンダイ生き物大図鑑、ピーコックスパイダー、全5種類中、4種類、集めると、こうなりました。はい、というわけで、こちらがバンダイ生き物大図鑑、ピーコックスパイダー4種類でございます。まさかの2回連続でコンプリートできないことが続くなんて思ってませんでした。いやー、でもね、今までが運良すぎたんですよね。ちょっと僕はカブトムシをストレートコンプしたことによってちょっと調子乗ってたかもしれません。ちょっともう少しチャレンジできたらなと思っております。しかし今回ね、正直カマキリのついでぐらいで勝ったつもりやったんですけれども、これカマキリよりもクオリティ高いかもしれないです。めちゃくちゃ作りもしっかりしてるし、リアルです。このピーコックスパイダーという生き物をあんまり詳しく知らなかった僕でさえも、なんかすげえ満足してます今回。ちょっとこれをきっかけに虫かもクモとか昆虫以外の虫にも興味を持つ、きっかけになったらなと思ってます。
きっと今回カマキリにしか興味なかった皆さんもこれ買ってみるべきだと思いますよ。満足度すげー高いです。そしてさっきこの模様ほんまにあんのかという話しましたけれども、インターネットで調べてみたら全く同じ模様が出てきました。マジでこの模様を持ってるそうです。ピーコックスパイダー、この他にもいろんな模様を持ってる素敵な雲みたいなので、皆さんもぜひガチャガチャ押して、そしてそれをきっかけにピーコックスパイダーを好きになってもらえたらなと思います。はい、というわけで本日はバンダイさんから新発売のピーコックスパイダーのガチャガチャを開けていくという動画でございました。来月もそれ以降も生き物大図鑑どんどん出るという噂なので、また無償化の YouTube の方でいろいろと紹介させてもらえたらなと思っております。そう、バンダイさん、無償化はバンダイさんが昆虫や虫に関するガチャガチャを出してくれたら、僕はいつでもこうやって紹介させていただきますよ。だから今度こそ案件として、愛って何ですか、どんなに抱きしめても人も絶やさない。